こんなん戦争だろ、援助必死だろ、うおと思ったらもうアットちゃんもツイパも炎上してた件について僕としたことが出遅れた。これまでの流れをちゃんとチェックしないと。父さん。はい。話を聞きなさい。でも時々自信なくなるんだよね。僕、本当にタイムマシンなんて作るん？当然だよ。しっかりして。はい。そのセリフ、この前プレイしてたギャルゲーにあったよね。え？それでフラグが成立するんだっけ？
父さん、間違っても私を落とそうとか思わないでよね。ねえよ、実の娘にそんなことしないって。本当かな。未来の父さんはちょっと怪しかった。え、私が思春期になってからもよく一緒にお風呂入ろうって誘われたな。何それ怖い。私は軍属だったし、父さんはタイムマシンの開発に追われてたからいつも一緒にいられるわけじゃなかったけど、とにかくベタベタしてきたよ、鬱陶しいくらいにね。いてててててて。な、何するの父さん。さっきのお返しだ。ぼーっとしてたから危うく殺しちゃうとこだ。そういう訓練受けてきたんだからシャレじゃ済まないんだって。わかってくれ、話してくだされ、言いたいでござる。まったくもう。いてててて。つかさ、諦めんの早すぎだろ。もうちょっと頑張ってみるのだぜ。多分オカリンは疲れて眠ってるだけだから、今みたいに冷たい毒ペでも首筋に当ててやれば飛び起きるんじゃね。なんせほら、あのオカリンだし。うん。あ、隠れろ鈴葉。オキドキ。
どうですこの服。この前買ったんですけど。父さん、大好き。行くよ、カガリ。過去へ。橋田さん、掃除機はどこ？お、オカリン、久しぶりじゃん。ああ、久しぶり。
まったく。わがままなやつめ。あれ？オカリン？ねえねえ。お、あ、大学のゼミの。そっか。いや、マユリは？これ。うんうん。ラボ。そうだ。オカリンも、それとね、どうか。ずいぶん嬉しそうだ。うん、嬉しいよ。お、オカリン、久しぶりじゃん。ああ、久しぶり。入っても。自分のラボで遠慮とかねえよ。それもそうか。さすがにこの状況でクリスを呼び出すことはできなさそうだな。このお洋服かわいい。まゆりちゃんにそう言ってほしくて着てきたんだよ。いいなあ、まゆしーも着てみたいのです。あとでお洋服とサイズ合うかな。なんだ、そろそろラボに着いた頃か。暇なんだな。どうして声を潜める。当たり前だろ。まあいいわ、状況少しでいいから部屋の中を見せて。カメ、まったく、うん、汚すぎ。最初の感想が。ごめん、そういう個人のプライバシーを。あんたからも先輩に言っておいて。
そん、まあでもこういうルームシェアみたいなの、人が集まってるところを見ると、クリス、お前は、おじさんだ、どう、誰だ、し、え、おかりん、ど、あれ、そこにいるの、すず、あっちゃん。ちゅうわけで、ニコ生見てもいいかな、ブラチューの生特番があるんだ。不許可って言っても視聴するんでしょ。うん、じゃあどうぞ。何？いや、仲のいい親子だと思ってさ。そうかな。ああ、未来でもなるはこんな感じだったんだろ。もっと痩せててかっこよかった。想像もつかないな。今日、東京銀座でフランスのファッションブランドル・パラディの平和だね。私が物心ついた頃にはすでにこんな光景は存在し、羨ましいな。彼女たちは誰も殺さなくていいし。私が育った時代はさ、相手が男だろうと次の瞬間には自分の命が終わるかもしれない。恐怖を忘れるためには狂気に身を任せて自分が殺す側に回るしかなかったよ。父さんたちはタイムマシンのことで反政府組織とみなされてね。私も軍から離脱して父さんたちに加わったから、それからはもっともっとひどい正義のための戦い、
たくさん殺したし、その中には私の母さんもいた。軍の無人機から私を守ろうとして機銃掃射で死んだよ。この目でズタズタにされていく母さんを見た。この全身で母さんの生温かい血を浴びた。ねえ、この世界線の行き着く今すぐじゃなくていい。だからお願いだよ。俺は死にたくないよ。おじさん、大丈夫か？おかごめん。いや、大したことない。鈴葉の言いたいこともけど、こことは違う世界線でタイムマシンに運命を翻弄される人たちを見てきた。お前の非業の結末さえ見てきた。俺自身もそれに巻き込まれて、タイムマシンを使って世界線を改変するのは俺たち人間が手を出していい領域。いわばそれに触れれば俺は、それが少なくともそう、ただの逃げだとなじって。ううん、そんなことしないよ。続いてのニュースです。厚生労働省はアメリカで猛威を振るっている新型、ただこの新型脳炎は潜伏期間が長いことから感染症法に基づき、ここからはお茶の水医科大学の春山さん、この新型脳炎は感染力は弱いのですが、例えばそうですね、会社で仕事をしていたはずなのに気がつくと、あとは実際には発生し夢と現実の区別ができなくなったり、時間感覚を失ったり、周りの人と記憶が、いわゆる寝ぼけているような状態、デジャブ。治療法については他の脳炎と違いまして、ですので、もし国内で感染者が出たとしてもそれほど恐れることはないと思いますよ。
35年か。にゃにゃ、痛い、すずにゃん。なんだ、ルミ姉さんか。